はい、こんにちは、まーちゃんねむはるです。はい、2015年4月3日からマクドナルドのハッピーセットになんと機関車トーマスがついてきますね。うん、はい、2週に分けて登場するんですけれども、まず4月3日からはこちらの3種類。1番、トーマスホイッスル付きネームホルダー、2番、ヒロメモスタンド、3番、パーシーネームスタンプ。そしてここからがですね、おそらく4月10日からですね、7番トーマスミニペンケース、8番ゴードンレール定規、9番ジェームスミニ鉛筆とクリップ、はい、以上の6種類がラインナップされるみたいですね。うん、初めてかな、うん、マクドナルドのハッピーセットでトーマスって初めてだよね。そうだよね。今までスキヤのスキスキセットにトーマス出てきたことあったけど、うん、マクドナルドのハッピーセット初めてだね。うんうん、我が家では、今日3つ食べまして、トーマス、ヒロ、パーシー、とりあえず前半の3種類ゲットしましたね。うん、では開けていきましょうか。うん、一応パッケージこんな風になってて、ちゃんとね、あのトーマスの絵柄になってるよね。うん、パーシーはこのような形、ヒロはこのような形ですね。うん、ではまずトーマスから開けていきましょうか。うん、じゃあどうぞ開けてください。はい、ヒロ開けるね。おお、結構顔似てるね。これは煙の、あ、ここ煙の形したクリップになってんだ。うん、へえ。パーシーの方も開けるよ。うん、パーシーなんて個包装されてる、なんで。パーシー、あ、そっかそっか、パーシーってスタンプなんだっけ。うん、スタンプ。あ、だからかな。じゃあとりあえずステッカー貼っていきましょうか。うん、はい、ステッカー貼り終わりましたね。うん、こちらがトーマスですね。うん、このフック、これが、煙の形してるね。うん、うん、面白いね。うん、ちゃんとこうやって開く。そうだね、これで、いろんなところに引っ掛けられるね。うん、下のところにですね、名前のシールがついてるので、ここに名前書けるね。うん、で後ろがですね、笛になっております。うん、はい、エジン吹いてみてください。これ結構トーマスの汽笛に似てるね。うん、似てるよね。うん、いい感じじゃん。シールは破れちゃったね、いろいろね。うんうん、例えばこういうのとか。エジン君難しかったでしょ。うん、こちらがお顔ですね。うん、結構似てるよね。うん、うん、意外と大きくて、良い作りじゃないかなと思いますね。うん、ステッカーはね、大きめなところもあるけど細かいところもあって、難しいね、貼るのはね。うん、1個貼るのにだいたい5分から10分ぐらいかかりますね。うん、はい、次こちらがヒロですね。うん、ヒロも顔似てるかな。うん、ヒロは、後ろにですね、メモが刺さるようになってるね。うん、このメモ用紙も、付属しておりました。うん、ちゃんとこれ後ろのやつも青く、ね、同じ絵柄、同じ絵柄、そうだね。うん、ここに刺さるようになってますね。うん、でここの後ろは何なんだろうね、この炭素車のところ。これゴミ、ゴミ入れ、ゴミ入れじゃない、これ多分、うん、あのこれ鉛筆とか入れるんじゃないかな。鉛筆入れるのか。鉛筆とか消しゴム。でヒロはこんなような感じになってますね。うん、ちゃんと51番になってますね。うん、煙突も穴開いてるんだね。そうだね、煙突も穴開いてるね。うん、はい、そして最後にこちらがパーシーですね。うん、パーシーも顔似てるよね。うん、はい、こんな感じ。パーシーが一番ちょっとステッカー貼るのめんどくさかったから、うん、この赤いとこ全部細かいシールだからね。うんうん、でパーシーは下がスタンプになってるみたい。ここに名前って書いてある。うんうん、どうやって出すんだろう。あ、ここがここパカッと、あー、これで名前のスタンプ押せんのね。うん、でこの黄色いドームのところを押すとスタンプ部分が出てくるということですね。あのヒロのやつに押してもいいよね。そうだね、ちょっと押してみようか今。うん、早速押してみましょう。うん、じゃあこれ押してみてください。おお、結構インクついてんな。おお、すごい。うん、名前っていうふうにプリントされましたので、名前の横に自分の名前書く感じかな。そうだね、うん、そういうことですね。うん、ちょうど4月からさ、幼稚園に入る子とかさ、うん、まあ、幼稚園じゃなくても幼児教室に入る子とか多分いると思うけど、こういうのを使ってさ、カバンにね、こういうのをカバンにつけてやるのもいいかもしれないね。やあトーマス、パーシー、我が友よ、調子はどうだい。実はこの煙突から煙がくっついちゃってさ、取れないのかい。まったくトーマスったらおかしいよね。あれ、でもヒロ、君もなんか背中にメモ帳つけてるよ。おかしくないそれ。しかも名前って書いてあるスタンプがついてるじゃん。
とそれは笑わないでよ。いいスタンプじゃないか。だってさ、このスタンプは僕のさ下についてるスタンプなんだよ。スタンプしちゃうよ。はい、ということで今回はマクドナルドのハッピーセットについてきた機関車トーマスでした。もう一回言ってよ。